はじむを取り登るは、カトリックマカオ教区名誉司教。マカオ教区で2番目の中国人司教で、初のマカオで生まれて育った司教である。祖籍は、広東省南海。2006年に、マカオ政府から、人愛功績勲章を受章した。1946年2月14日に、マカオのタイパ島で生まれた。1950年に洗礼を授かり、洗礼名はヨセフ。 1五十三年七月十九日に5日、片木聖母堂で、ラジャクボウ司教の手により片振りの秘跡を受けた。はじむ司教は、家族の中で姉に次いで、カトリックを信仰した人物で、兄や他の姉と、父母も、相次いで1 9五十年代に洗礼を受けた。1五十八年に、聖前小学校を卒業し、同年より、マカオ聖ヨセ夫人学校で、中学、 高等課程を履修。1964年、ヨゼフ大臣学校に進学し、哲学を専攻した。1967年に、哲学課程を修了し、哲学副学士の学位を取得した。その後、ポルトガルリリア教区の大宮学校に送られ、進学を専攻した。1971年に、進学課程を修了し、ヨーロッパ各国が承認する。 人文科学学士の学位を取得した。九百七十二年に司祭に除外され、ファティマの聖母教会で働く。九百七十五年にシンガポールの聖ヨセフ教会の助任司祭に着任、英語による死牧活動を助けた。九百七十八年にマカオに戻り、聖ヨセフ人学校院長を務め、その間にマカオ天主教、土川政会のチャプレンを担当し、 教区司祭表記会のメンバーとなった。1989年に林家春司教は彼をカテドラルの主任司祭に任命し、マカオ教区司教が管理するカテドラルの事務の全権を代理した。2002年2月にカテドラルの主任司祭に任命された。2001年3月20日に教皇ヨハネ・パウロ2世に共同司教に任命され、同年6月2日に、 司教性別を受けた。2003年6月30日に、教会法の規定により、当日午後7時に、自動的に、マカオ教区の司教となった。2006年には、マカオ政府が、人愛功績勲章を授与した。2016年に健康上の理由で引退し、同年1月23日に、カトリック、香港教区補佐司教理武士制が、 マカオ教区司教に着座した。はじム司教は1985年、2005年と2009年に相次いで北京市を訪問した。2003年にマカオ特別行政区政府はマカオ基本法第23条を提出したが、はじム司教は国家が法律の制定により安全保障を図るのは当然である。ただ、冷静に問題を分析した市民の声に、 当局は広く耳を傾けるべきだと表明した。マカオ民主主義の発展に至っては政府が全市民の教育を推進し市民の民主主義と投票を行使する権利への意識を高めることで普通選挙を実施して行政長官を選出できるとした。マカオ社会の汚職問題に対して強烈に不満を示しており彼は2009年11月にユカニュースに対し カトリック信徒の交換との接触を準備していると表明し、教会の関心を示した。また、彼は小教区、教理のクラス、そして、教会学校にカトリックの社会的な訓戒への教えを強化せよという指示を出すこともあり得るとした。教習委任はじむを取りのる神父人マカオ教区、序理主教、公教法、 b i s h o p o f m a c a u s t e p s t、e、o w n b e c a u s e o f i l l h a l t h u c a n e w s コム二千十六年一月十八日 m a c a u d i o c e s e i n s t a l l s n e w b i s h o p u c a n e w s コム二千十六年一月二十三日。おき新年主教ハジム 日本保障国家安全理所当然。中国新聞を。協会領収宿り記号化人形政長官。サイトシス。天主教アス通信社。主教赤中政府部門。問題。天主教アス通信社。ありがとうございます。